この写真はアルバムの中から俺が選んだんだ。昔との違いが分かるように今も使っているギターの写真にした。さっきも同じギターで弾き語りしてたよ。このギターは施設の倉庫で発見した一番古い相棒なんだ。生まれて初めて弾いた時のことは今でも鮮明に覚えてるよ。俺の指から音が生まれていく感覚がすごくワクワクした。音楽に夢中になるきっかけでもある。当時好きだった曲を片っ端から弾きまくってた。楽譜とかは買えないから耳で聞いて真似してね。この写真を選んでくれた G に感謝せねばな。 G、 藤川とは俺の執事で子供の頃から世話をしてくれている。今回の企画を聞いて季節感がある方が写真としても美しく見えると思い、雪が映り込んだ写真で何かいいものはないかと考えた。藤川に相談したところ、数ある中から選ばれたのがこの一枚だ。冬の休暇を家族で過ごすために訪れた際に撮影された。降り積もる雪に心を躍らせている瞬間だ。あまりの嬉しさに今日はなんと僕の実家篠宮牧場に来ているんですよ。子供時代と同じ写真を撮るという企画の撮影です。見てください、この紅葉した木々を。今の時期はとても景色が綺麗で気に入っているんです。ファンの皆さんにも見てもらいたいと思ってこの写真を選んだくらいですから。うん、空気も澄んでいてとても美味しいです。昔と変わらない景色を眺めるだけでほっとします。帰ってきたって感じがするというか、心が安らぐんです。プライベートでも写真を撮る習慣がなく、選んだ写真は卒業アルバムに掲載されていたものです。学校の図書室で本を読んでいるショット。部活動にも参加をしていなかったので、授業時間外のほとんどを図書室で過ごしていました。見てください、この表情。し、図書室では静かにしてくださいという声が聞こえてきそうです。素直な感情が伝わる子供らしい一枚ですね。よほど集中していたのでしょう。真剣そのものです。でも慣れ親しんだ場所で仕事ができるのは感慨深いね。いつも以上に気持ちも入るよ。今回の撮影は子供の頃の写真を再現するってものなんだけど、どれにしようか迷ってこれにしたんだ。膨れっ面のボーイと脇に置かれた大きな旅行カバン、どう？ドラマを感じない？何があったんだろうって想像するのが楽しいと思って選んだよ。それに今の俺はこういう表情でカメラの前に立つことはほとんどないからね。意外性も感じてもらえるんじゃないかな。で、俺が選んだ写真はこれだ。東京に弟と遊びに来て両親と食事をしてる写真。親父に買ってもらったお気に入りのライダースジャケットを着てバッチリ決めてるのがいいだろう。好きな服着てるとそれだけでテンションが上がるよな。スタイリストの親父の影響か、昔からファッションには興味があった。このくらいの年の子供って背伸びしたい年頃っていうか、大人っぽい格好がしたいって親父に言って選んでもらったんだ。男らしくてかっこいいスタイリングがいい。今の俺が着ても全然違和感。今回選んだ写真も母とかくれんぼをしている時のものです。家族も気に入っていて、父と母の部屋にも飾られています。今回の企画にぴったりだと思いました。フルーツが箱の外にたくさん出ていて、隠れている証拠が残っているのが微笑ましいですね。この時は隠れることに夢中で気がついていなかったのです。隠れている最中もフルーツをかじったりとご機嫌でした。
宮殿は部屋の数が多くて戦いが長期化することもありましたから、食料がふんだんにあるのは。今回の撮影は子供時代の写真を再現するって企画なんだけど、聞いた瞬間にこの写真だって思った。扇風機の前でアイドルの真似をしてるところ自分で言うのもなんだけど傑作じゃない？行動も僕っぽいし、アイドルになりきったキメキメの表情が最高。家族と昔話をすると絶対に話題に上がる一枚なんだ。子供ながらに衣装を準備してと言っても母親のスカーフだけどね。マイクは洗面所にあったヘアブラシで代用。最後は扇風機を使った演出も憎いよね。風が吹いてスカーフがなびくし。そん中から選んでる時間なんて俺にはねえからな。とりあえず母親に多めにチョイスしてもらって一番地味な服のものを選んだ。今これのどこが地味だって思ったやついるだろう。これでもまともなもんを選んだつもりだ。他のは余ってる色だったりレースやらリボンやらがついたやけにビラビラしたデザインばっかだ。ったく、どんなセンスしてるんだよ。少女趣味すぎて寒気がする。写真は僕をよく知る人物が提供してくれた。こんな写真が存在してるなんて僕自身も知らなかった。この屋上で過ごした記憶はあるけど、まさか撮影されてたなんてね。記録として残しておきたかったって言ってたけど、うん、確かに綺麗な景色だね。撮影したくなる気持ちもわかる気がする。そこに僕がたまたま映り込んでしまった。でもそのおかげでこの企画に参加できるんだから感謝しないとね。そばに置かれている菓子は陛下から賜ったものです。話し相手として茶会に参加した時に余ったものを私に持たせてくださいました。遠慮してろくに食べれぬ私を気遣ってのことでしょう。それを家で食す時の幸せな気持ちは今も覚えております。心癒されるひととき、その時ばかりは年相応の子供だったように思います。宝物のように味わい、感情を解放させる瞬間です。シルクパレスでは砂糖はとても貴重で菓子も高価。